中央ルサは松本清張の長編小説。社会新報に連載され、1968年9月に川出処房新社から単行本が刊行された。現在は中古文庫版が刊行されている。過去3度テレビドラマ化されている。農林水産省の課長補佐、倉橋豊は収賄の疑いで、警視庁から事情聴取を受けていた。 上司の岡村局長は、農水省の幹部に、顔の利く実力者、西秀太郎の示唆を受け、倉橋に北海道への出張を命じた。札幌で不安に怯える倉橋に、西からの連絡が来て、今度は、桜波温泉に行くようにとの指示が出る。農務に埋まった、早朝の桜波温泉、旅館近くの断崖下に、倉橋が墜落しているのが発見され、間もなく死亡した。 農水省の山田事務官は岡村局長の指示を受け、桜波温泉に遺体の受け取りに赴くが、倉橋の死には政治的な匂いが感じられた。松本成長シリーズ、中央ルサ。1975年10月25日、NHK の土曜ドラマは国て放映。視聴率16.8%。プラハ国際テレビ祭金賞受賞作品。 原作の松本清張が出演した DVD 化されている松本清張スペシャル中央ルサ1998年8月4日日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国手放映視聴率18.0%松本清張生誕100年スペシャル中央ルサ2009年12月14日の21時22時54分に TBS 系列にて放映されたスペシャルドラマ TBS と毎日放送の共同制作倉橋節子を主人公とし収賄の疑いで事情聴取を受ける夫が急にベトナムへの転勤を命じられ中国ケイリンで死体となって発見されるというストーリー和尾ヨーのテレビドラマ初出演初主演作視聴率は13.4%他 ありがとうございます。